どうもスキャンダルですニューアルバム「From the Darkness」が完成ということで、はい、素直し先にやってまいりました、はい、イエーイ、できたよ。4つ、はい、4K 順番に開けてみる。そう、ちょっとね、開封動画っていうのをやってみたいと思います。これが通常版だっけ。そう、そうやね。通常版も開ける。通常版も開ける。全部開けてて、通常版特にあれ開けたらこれでいい。全部開ける。全部開けていこう。わぁ、シーミーが入ってる。おしゃれおしゃれな、おしゃれな、はい、こういうのはキュータさんが作ってくれました。そう、ブックレットの中をね。キュータさんが送ってほしいって言ってた。それでは。送ってあげてください。送ります。はい。はい、じゃあこれ通常版です。次はこれ。そんなに変わりました。まず、これは何バージョンですか。これはね、うん、初回限定版 A です。CD と DVD です。なんか入ってるか。入ってるかどうか。入ってるか。CD が入ってるかどうか。これは入ってたはず。入ってる。品質チェックじゃないんだよ。あの、ドキュメンタリー、だから DVD の。ドキュメンタリー。ハーダイアリーが。ハーを立ち上げてからの毎日が入ってます。うん、1年ぐらいね。そうやね。密着してるんでね。さ、う、あ、ん。青ね、絶対開けがいがあるね。で、先取っていこうかな。これ開けられるかな。ちょっと待ってね。ガチで今開封してます。開けへん。それは初回限定版 B ですね。はい。ハーマガジン、うん。インタビューと、CD がついてるやつですね。マガジンは結構楽しいよ。これはすごいスペシャル感が。撮り下ろしの写真。そう、写真を1日かけていっぱい撮り下ろして、あと全曲紹介、うんうん、解説が、インタビュアーさんなしで4人だけで話してるっていうのがあって、うん、なんか結構どこの雑誌とも違う雰囲気の文章が詰まってますね。ですよ。あー、これいい。これ答えのページや。こっちや。それはもうふざけてる。今見てても多分全然いいと思う。スキャちゃんを探せっていうのがあって、こういう写真の中からスキャンダル4人を探すっていうのが。しかも幼少期の。自分でも分からなかった。なんでこんなちっちゃい時の写真持ってんねやろ。そうやねんな。事務所が管理してるんやん。リナがすっごい難しかったね。そう、リナが全然おらんかった。ないよ。結局どこにおったんやったっけ。どこにおったんやったっけな。これは誰よ。だんだんそこは大丈夫です、はい、読者の方が持っていてください。そういうのもあったり、はい、私服とか、ね、あ、そうですね、私物とか、あみだくじとかあります、うん、あ、個人ページも楽しいです。楽しいです。じゃあ一番のでかい大物を、はい、これこそどうやって開ければいいんだろう。初回生産限定版です。これ本当に全部網羅してるような、完全生産限定版。完全生産限定版。これめっちゃ可愛いよね。可愛い。普通にさ、飾れるよね。ね。これに入っているのは、はい、T シャツ。T シャツ。これパッと見て T シャツってわからない。うん。これも、これ通常版のジャケットの T シャツ。これ、ボックスがね。びっくりよね。すごーい。豪華やな。開きやすいよね。もう開いていいじゃん、これも。いいよ。行きます。開きます。ドゥーン。豪華。これは、ミュージックビデオ集と、うん、CD ですね。T シャツだけじゃない。すごい。この箱もさ、めっちゃ豪華でさ、うん、すごい。
高級感ある、はい、サイズはこんな感じね。ワンサイズだけど男女ともいけるよ、うん、キャワです。可愛いですね。タグがハーになってて可愛い。まや後ろもハー可愛いです。スペシャル感あります。ミュージックビデオですよ。まあこのジャケットもキュータさんが作ってくれてます、うん、でマスターピースまばたきファジー最終兵器君アミダクジトゥナイトが入ってますね。トゥナイト、トゥナイトえトゥナイトもある。トゥナイト入ってるよ。入ってるです。まだね、まだごめんなさい。ほんまやな。あほんまやほんまや。楽しみですね。モリモリ。ジャケもね、PV のワンシーンがコラージュされてる。そうそう。でもよく見たらね、うん、誰かがいるっていう。そう、僕や。これは僕や。いますよ、そのゲームじゃない。それもスケちゃんの探せが楽しめるじゃないんで。でも幼少期は黒いから難しい。こんな豪華セットになっております。いいのできたね。もうあと1週間切りましたからね、発売まで。そうなんか、うまいな、うん、ね、楽しみにしてください。です。以上、ライブ動画でした。バイバイ。